マックンは長野県上稲郡南三輪村のマスコット。2011年から2012年にかけて、夏季の理由から日本で一番人気のないキャラクターを名乗っていたことでも知られる。誕生は1994年。赤松の妖精という設定であり、松笠をモチーフにしたキャラクターであるが、全身が黄色であるため、しばしばトウモロコシと間違われる。通常は青いタンクトップに、 黒のパンツ姿である。当初は村内の大芝高原のマスコットであったが、2005年に村のマスコットに昇格した。2011年に開催されたゆるキャラグランプリ2011では、1位の熊本の得票数が28万7000票余りであったのに、対し、わずか68票で再開となった。これを受け、広報を担当する村総務課の男性職員は、再開ゲットは、 南美濃和村の PR になるかもと自虐キャラへと変貌させた。村役場の観光情報サイト内に設けられたつなぎサイトで情報発信をしていたが2012年5月2日に公式サイトを開設した。なお、村側では再開の理由についてウェブ投票だったため文明の力を使いこなす大きいお友達を味方につけられなかったからではないかと分析している。 その後は、テレビ等への露出の機会が増え、ゆるキャラグランプリ2012では27,760票を獲得して48位となり、担当者は日本一の不人気の肩書きは今日で終わりだが、これからも村の知名度アップのため全力を尽くしてほしい、と、今後もマックンの活躍を期待するコメントを行った。大芝高原内の大芝層、大芝の湯を呼び、 大柴高原未工房で、ストラップや、ボールペン、まんじゅう、ぬいぐるみが販売されている。2017年には、一般工房によって、デザインが決定した、ラインスタンプの販売が開始されたほか、楕円の形をしたマックン、ボールも関連グッズに追加された。村内巡回バスには、平成11年度の南美濃和中学校2年生の生徒たちの発案により、 マックンがデザインされており、マックンバスの愛称で運行されている。ありがとうございます。